待と不安を手放そう。そして今、幸せになりませんか？ Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、Oh my god。 全世界78億5000万人の皆さんへ 100% 幸せ伝授、サトリッチマスター吉川貴博です。本日もお前ごとチャンネルへようこそおいでくださいました。こちらのチャンネルは、Oh my god, お前が神だぜ。要するに、あなたの現実を作っているのは、あなたの意識、あなたが神なんですよという宇宙の絶対的な真理をベースに、あなたの幸せが、愛が、豊かさがどこまでも広がっていくサトリッチライフの実現方法をわかりやすく伝授しています。今日のテーマは、期待と不安を手放そうですね。期待と不安を手放すとどうなるのというと、なんとなんと、今この瞬間に幸せになれちゃうよということをお伝えしていきます。で、今日の動画を見ますと、そうか、やっぱりそういうことだったのか、幸せっていうのは遠くにあるんじゃなくて、今この瞬間にあったんだ。そして、幸せと一つになって、幸せから今を歩いて生きていくんだということが、深く深く腑に落ちまして、さらにはその幸せがどこまでも広がっていくことを約束しますので、よ、最後までチェックラッチ前だかんねということで、早速始めていこうと思います。期待と不安を手放す。ね、不安を手放すって話はよく聞いたことがあると思うんですが、期待、これも実は良くないんですね。で、この期待と不安っていう二つの言葉、実は共通点があります。ドンズバ答えから言っていきますけども、この二つの言葉の共通点というのは、どちらも未来を向いているということ。OK ですか？期待と不安。ね。期待っていうのは、こんな風になってほしいな、あんな風になってほしいなっていう、そういった気持ち。不安は、こんな風になったら嫌だな、あんな風になったら嫌だなっていう気持ち。両方とも未来を向いていますよね。で、これ実は何がそういう気持ちにさせているのかといえば、せーの、思考です。思考、マインドです。ね。このマインドを横に置いちゃいましょうということなんです。で、はっきりとストレートにドンズバで申し上げますけども、そのあなたが頭の中で考えている期待や不安は起きません。っていうか、起きませんっていう言い方もおかしくて、今この瞬間に起きていません。で、これはもう宇宙の絶対的な真理のもう基本中の基本で、誰も反論することのできない事実なんですけども、この宇宙には、この世界には、今しか存在していないんです。わおわおわお。わかります？もう一回言いますよ。今しか存在してねえんだかんねえ。わお、な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 お。ごめんなさい。変なスイッチ入っちゃった。ね。ただ、今を横文字でなうって言ってね、発音もよく聞こえるようになお、なお言いましたけども、なうっていうことですね。今しか存在していない。だから、あなたがどんなに不安を感じようが、期待を感じようが、どちらも起きてねえでしょうっていうこと。それに囚われてる暇があるんであれば、今この瞬間の幸せな感覚と一つになっちまいましょうっていうことなんです。これすごい重要なポイントなんですね。今この瞬間にあなたは幸せであれるんです。これに気づいた人が、今が幸せ、そして明日はもっと、明後日はもっと、どこまでもその幸せな感覚が広がっていくサトリッチライフを実現できるんですね。この今が幸せ、ね、今しか存在していない。せっかくのその今というもうかけがえのないこの瞬間を不幸で過ごすのか、幸せから過ごすのか、あなたが決めれるわけです。で、決めたのであれば、もうやることは一つ。期待や不安、今起きていない未来の思考を横に置いてしまうということです。で、思考が言ってくることは、結局は過去をデータにしながら未来を予測しています。ただし、このかけがえのない今は、過去は関係ないんですね。思考にとっては、
過去の記憶からきっとこんな風になる、あんな風になるって予測を立てるんですが、なおさらことさらなんですけども、今は風の時代、ピュー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 っつってね、風が吹いてるよ、ピュー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 っつってなってますから、時代の流れがもう激動なわけですよ。だからちょっと前に通用したことが全く通用しない、何が本当で嘘で、どれが本当で誠で、どっちなのどっちなのって、もうなんか同じこと言ってますね、ただ単にね、ボケが少ないっつって、もうそんなツッコミしないでくださいね。そんなすごい流れの時代でございますからこそ、あなたは自分の中の今この瞬間の幸せな感覚と一つになればいいだけなんですね。自分自身に聞いてみてください。あなたは今どうありたいのかね、不幸でありたいって言ってますか、本当にね。それを言ってるのは思考じゃないですか。で、思考は思考であなたを幸せにしようとする機能なんですけども、お伝えしている通り、幸せのありかは今ここなんですね。だからこそ探す必要はない。だからこの思考を横に置いて、どんな今もただただ楽しいっていう感覚と一つになって味わっていけばいいんですね。お昼をね、ちょっと外に外食しに行った、今日の僕の話であれば外食しに行って、あーなんか美味しいもの食べたいなと思ってブラッと入ったお蕎麦屋さん、大して美味しくなかったね。その時僕は不幸になることもできれば幸せになることもできますね。そんな体験だったんだなって、今この瞬間の体験として味わえばいいだけであって、流れて過ぎ去ってね、今という時間はもうどん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 変化絶えずしているわけです。だからどんな今でも楽しいね、嬉しい、イエーイ、ハッピーっていう感覚といつでも一つになれるわけです。それを実現するためには期待をする、不安をどん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 自分に持ってくる、この思考に気づいたら、まんま見て、まんま横に置いて、本音、どうありたいのか聞いてみましょうね。みんなの本音っていうのは実は一緒です。一つになりたい、みんなと一つで、今と一つになって、全てと一つになって楽しみたいっていうことなんですね。あなたもぜひ自分自身にその期待と不安の思考を横に置いて聞いてみてください。で、その自分の本音の声を聞くのに役立つ、まんまをまんま見る、まんま見や瞑想、そしてすんばらしいヒーリングを受けながら、本音、魂の周波数を奏でるハミングが聞けて、もうどん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 あなたが新時代のあなたに覚醒していくのに役立つ瞑想のチャンネル、今月から開設して、みんなでね、朝6時半から7時までライブ配信にて、瞑想とヒーリングとハミングを通じて自分という神に目覚めるということをね、一緒にみんなとシェアし合ってますんで、ぜひぜひこちら登録いただいてご参加くださいませね。それを日々日々育みながら、このお前ごとチャンネル、もう過去の動画はね、ちょっと下ネタとかたくさんで申し訳面目なんですけども、今はちょっと下ネタはもう卒業しました。もう真摯に、ようやく46歳だって真摯になりましたんで、あと下ネタは言わないですけど、まあ、楽しく面白おかしくね、昔から、シェアしてきた僕の言ってる言葉が、言葉は言葉として横に置いても腹の底から理解ができる、要するに腑に落ちて身に入ってくるっていう感覚になって楽しめるようになると思いますので、ぜひぜひあなた自身がまんまをまんま見て、そして魂の本音の幸せで今あるっていう声を聞いて、今を幸せからどこまでもハッピーになっていきましょうということで、最後ご紹介いっちゃいましょうか。オーマイゴッド、お前が神だぜ、世界は一つ、サトリッチライフどこまでも広げていこうぜということで、ゴッドボタン&チャンネル登録よろしくお願いします。今日も可愛い猫ちゃんが登場するよ。はい、皆さんが大好きなおでむっちき姫子でございます。なんですかこのポーズは。でね、このカーテンがちょっと頭にかかってるっていうのもね、ポイントでございますね。姫ちゃん、姫ちゃん分かってるね、本当にね、ポイント押さえてるね、いつもね。姫ちゃん、まあきっとうちの猫の中でもね、一番人気なんじゃないかと思うんですが、実物にあったらね、またすごい可愛いんですけど、うんうんうんって言ってね、なんか言ってますね。
君は本当に分かってるね。ねえ。一番人気なんだけどね。あんまそういうの分かってないね。分かってんの？なんか言ってますね。姫ちゃん。ねえ。うん、しようか。うん、しようか、しようか。ねえ。ああ、しようか。もう猫バスみたいな顔になっちゃった。もう猫バスみたいな顔になっちゃってね。すごいですね、皆さん、これ。全身のフォルムがね、本当にたまらなく愛くるしいヤッチュでございますね。ということで今日は以上でございます。姫ちゃん、ありがとうね。バイバイ。